皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはたった一つの思考を整えるだけで教室の集客は劇的に簡単になる法則についてお伝えしてみたいと思います。さまざまな日々、ご相談を受けている中でですね、いろいろそうご相談を受けているお話の中でですね、その方の喋り方とか考え方の思考でその内容そのものの本質よりもですね、思考の方にうまくいってない原因があるなっていうのを感じることがあるんですね。で、いろんな要因とか絡んでくる時があるんですけれども、今日はその中の一つ割と簡単に改善できるというか、いい方向に向かうための要因として、お伝えできることを今日はお伝えしていきたいかなというふうに思っております。はい、たった一つの思考を整えるだけでっていう、一つって一体何なんだっていうところなんですけどね、その人の物の見方なんですけれどもね、やはりマイナス面に目を向ける見方なのか、プラス面に目を向ける見方なのかっていうのが非常に大きく気にしてるなっていうふうに考えていて、それがなんで教室経営にそんな関係あるのとか思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、何百人っていう方は私日々コンサルとかお話を伺っていて、1年で結構な人数を見ることになるんですけれども、その方たちのやっぱりうまくいってる人の集団のオーラとうまくいってない方のオーラってもうはっきり分かれているところがあるんですよね。で、一番大きな分かりやすい内容っていうのが、やっぱり明るいところに目を向けているのか暗いところに目を向けているのかっていう違いが大きいなと思ったので、このあたりは思考を変えればすぐにどうにかなるところなんで、具体例を挙げながらねお話をしていきたいと思うんですけれども、例えば暗い方、マイナス面に目を向けてしまう方っていうのはどこに目を向けているかっていうと、例えば自分に足りないところがあるとしますよね。他の方は例えばこれができているのに自分はこれができていないという、そこにものすごく目がいってしまう方、そうすると私はダメなんだとか、今一つなんだっていう自信がない方向に向かう場合がある、マインドの部分でダメなんだって思ってうまくいかないっていうケースが一つと、もう一つマイナス面に目を向けるっていうところで言うと、環境の悪さに目を向けるところでこう自分を正当化してしまうみたいなところがあるんですね。環境っていうのはどういうことかっていうと、例えば他の人と比べた時に、そうですね、じゃあ例えば家庭環境っていう部分においてですよ、他の人の家では、もっと自由に教室の仕事をできる時間が取れるような家庭環境があるのに、私は、主人の仕事の都合でこういうことしかできないとか、子供がいるからこういうことしかできない、だから私は他の人より時間が取れないからうまくいかないんだとかいう、環境に対しての、マイナス面ですよね。で、これっていうのはどう言えばいいんだろうかな、ある意味仕方がないというか、自分でどうにかして変えられることはどうにかなるんですけれども、変えられないことっていうのがあるじゃないですか。冗談で言うと、で例えば旦那さんを変えちゃうっていうのももしかしたらね変えられることなのかもしれないですけど、子供がいない方がいいとかって仮に思ったら子供を捨てられますかっていう、そういう話ですよね。極端なことを言えばそれ無理ですよね。っていうことはいるという前提でもう組んでいくしかないから、いなくて時間たくさん持っててできてそうな人と比べても意味がない、私はそういう意味では難しいとかね、そういうマイナスの方向に目を向けてしまうと、その要因のせいで自分はうまくいってないんだということで責任転嫁をしてしまうから、結果として前に進みにくくなってしまうんですよね。だから総じてそういう方の思考の方向性っていうのは、例えばなぜっていうことを考えたとしても、なんで
私はこんな環境でやってるんだろうとか、なんで私のお客さんはこういうふうになってしまうんだろうっていう、まるでちょっと改善になるような質問を自分に投げかけているような気持ちになってるかもしれないんですけど、なぜっていう言い出しを使っているんだけれども、否定なんですよね。どっちかっていうと愚痴、不平不満に近い否定になっています。だからそのなぜっていうところを、例えば改善の方に向かうための、なぜっていう問いかけは何ら問題ないんですけれども、考えても仕方がないことを考えるっていうと、時間がもったいないっていうことがあるし、あとはですね、やっぱりそういう思考をしてる人って顔に表情に暗さが出ちゃうんですよね、やっぱりね。多分わかると思うんですけど、いつも楽しいことでワクワクしていたり、趣味とかも充実している人って自然と笑顔になってるし、楽しいことばっかり考えちゃってるから、いつでもこう能天気な雰囲気、明るいみたいな、そういうタイプの方がいるじゃないですか。で、人気教師の先生って基本そういうタイプの先生が多いんですよ。あまりこう深く一つのことに執着しすぎないとか、例えば悪いことがあったとしても、あーとか笑いながらですね、こんなことになっちゃった失敗とかいうレベルとか、あとは今回これでやっちゃったから次回失敗しないようにしようとか、それぐらいの感じの明るさがあるんですけれども、自動って考えてしまう先生とかは、なんでこうなっちゃったんだろう、どうしてだろうっていう、改善のためのどうしてなぜっていうよりは、その今の自分の不幸な状態をかみしめてるみたいな、そんな雰囲気に見えちゃう方が多いので、お話をしていると、なぜ何が不平不満につながるなぜ何が非常に多いことが多いんですね。で、一番残念なのは、ご本人がそういうふうに考えてしまう、言ってしまうっていうことが口癖になっているということを気づいていないっていうのが一番残念なところなんで、これは見てもらえる人とかがいれば、気づきやすいんですけど、気づかない場合には、なるべくですね、否定形で悪い部分にフォーカスしすぎる思考になりそうになったら、はっ、って止めるとか、経営って改善をしていくものなので、悪いとこって見えますよ。私も見えてます。これをしないといけないなっていうことで、自分がねできてないこととか見えるんですけれども、それによって気持ちが暗くなるとか落ち込むってことはないんですよね。やれてないからやればいいだけっていう、それぐらいのフラットな感覚なんですけど、その顔がね割と暗い方っていうのは、何ですかね、こう口元とかも割とこう口角が下がり気味で、こう 目もねこう伏せがちでっていう、ちょっとね人が近寄りがたい雰囲気になっちゃうんですよ。で、いや生徒さんと会ってる時には、私全然こんな顔してませんとかって言うんですけれども、人って習慣がそのまま行動に現れるので、その時だけ切り替えるって、もしかしたらしてるのかもしれないんですけど、演じてることになるので、じゃあ舞台裏を絶対に見せないでいけるかっていうと、絶対にそんなことないと思うんですよ。全体的な生活スタイルとか考え方って随所ににじみ出ちゃうので、例えばですよ、ふとした瞬間に本音である自分の顔がスッと出ちゃう時とかに、生徒さんがそれを見てたとしたら、あの先生って本当はあんなに朗らかににこやかにしてるんだけれども、実は心の中はそんな感じだったのねっていうギャップで、また人が離れていくとかっていうのがあるので、外に見えてる姿と自分の本心っていうのは、なるべく同一の状態の方がいいです。特に女性を相手にしている職業の方で、 SNS とかを発信しているようなケースは、その言葉の一貫性っていうのが非常に重く見られるので、生徒さんの前ではちゃんとしてますとかいう、そういう二面性はなるべくなくした方がいい。ということは、いつでも明るいいい状態を保つっていうふうに自分の習慣を変えてしまう方が多分楽です。だから
うまく生きにくい先生っていうのは、その悪くはないんですけど、必要以上に物事を深く考えすぎたりとか、マイナス要因を考えすぎて前に行けないとか、マイナス要因をいつも見ちゃうから顔色が暗くなるとか、そういう傾向があるので、思考をね、明るい方向に変えてしまう方が多分楽ですし、発信している文章文体っていうのがもうその人の人柄って出てしまうので、いくら取り繕ったとしても違うとこで矛盾とかボロって出ちゃうんですよ。私前見ていた、ちょっとこの方は闇を持ってるなっていうふうに思って見てた方っていうのが、ある媒体、まあ多分その方が外向きに見せたい得意な媒体ではすごく明るく前向きで、ああ素敵だなと思うような雰囲気の投稿してるんですよ。だけれども、そうじゃない媒体、要は若干ネガティブ要素を含んでも大丈夫に発言できるような媒体とかあるじゃないですか。でそういう媒体になると違う自分の心の内をそっちで話したりとかをしていると、一貫性っていう一人の人物がですよ、一貫性っていう点から見ると、まあ確かに愚痴とか吐きどころとしてはすごくそこの媒体はいいのかもしれないんですけれども、あ、外向きではこういうふうに言ってるのに本心こっちなんだねっていうのが、一人の人の発信の内容としてトータルで見た時に非常にバランスが悪い見え方になるケースがあります。だから読者とか特にその人に興味を持った場合って、簡単に検索でいろんな媒体を見ていくことができるので、嫌なことをね、嫌って言うなって言ってるんじゃなくて、目を向ける方向をなるべく、フラットな状態、そんなにこう悪い部分だけにフォーカスしない状態での自分の目を持った上で、全媒体全発信を同じ、方向性で整えた方がいいです。本当に、SNS の時代なんで、全媒体皆さんが見ようと思えば簡単に検索して見れるので、この媒体ではこんなにいい感じなのに、こっちの媒体では結構愚痴言ってるよねっていう、そのバランスが出ちゃうと逆に信頼性を損なう形になるし、あと明るげに書いている文章の後ろ側って、それが本人の本意でなかった場合っていうのがちゃんと読んでる人って伝わってしまうので、それはやはり見え方としてね、損になります。なので口癖としてね、どうしてとか、なんで私はこうなんだろうとかね、あとは何か誰かから新しい提案とか受けた時に、あ、そうですねとか、あ、いいですねとか、やってみますっていう言葉よりも先に、とか、いやでもそれはやっぱり私にはとか、否定形から入る言葉をすぐに使うタイプの人は結構注意です。ご本人無意識で言ってるので、その否定形から入る人で、私今までクライアントさんでうまくいってる人見たことがないんですよ。なかなか残念な真実なんですけどね。否定形で入る人ってやっぱり表情暗いから、一定数の人には当然好かれますよ、似たようなタイプの人。ただ人口の割合から言うと、やはり明るくって、なんかこの先生といると楽しいみたいな、そういうオーラがある先生のところに人ってやっぱり行っちゃうので、暗いところをわざわざ人って選んでいかないので、自分がそういうオーラとか空気を発してないかっていうのは口癖から気づく必要があります。まあ、私とねお話をしているクライアントさんは簡単なのは、じゃあこういう改善をしてみましょうかっていうと、いやそれは私にはちょっととかね、いやそういうことをするととか、必ずいやとかでもとか、いやしかしとかね、否定形から人の言葉を上に重ねてくるタイプの人は、私に限らずいろんな方にそういうふうに言っているケースが多い、可能性が高いです。で、
ですから生徒さんはね、そういうのもちゃんと見抜いてしまうので、次第に人が離れていってしまうということがあるのであれば、まず自分自身が変わる方が手っ取り早いので、思考を変えるだけで変わるっていうことをお伝えしたいのはそういう意味でございます。はい、本日のまとめに入ります。たった一つの思考を整えるだけで教室の集客は劇的に簡単になる法則。その答えはマイナス面よりもプラスの面にフォーカスをして、普段からの口癖、否定形を使わない、これだけでもだいぶ変わってきますので、癖があるなというふうに感じた方は、ちょっと今自分がね外に発しようとするときに一瞬言葉を飲み込んでから、肯定形のね言葉に変えながら喋るっていう訓練をしていただければいいかなというふうに思います。はい、以上でございます。それでは。